神戸の港にペダン星人の送り込んだスーパーロボットが現れた。その特殊合金でできた装甲はセブンといえども破れない。新兵器ライトン R30 が到着するまで神戸港が破壊されるのを防ぐのだ。完成したライトン R30 爆弾を乗せたポインターが神戸の港に走り込んできた。
ッション成功。工事現場から発掘された1億年前の化石、それはツインテールの卵だった。よみがえるツインテールを狙い、グドンも東京に現れ、二大怪獣の進撃を食い止めろ。決死の攻撃、狙いすましたバズーカの一撃はツインテールの両目を潰した。グドンはツインテールに襲いかかり、その息の根を止めた。
ミッション成功。